エコラブチャンネル。手野郎太郎です。エレンです。ホンダがね、もう引く手あまただったと思いきや、なんか気がついたらソース缶で孤立しちゃってるみたいな。引く手あまったっていつ出た話か分からないし、ソース缶もいつ出た話か分からないし、それってあなたの感想ですよね。ちょっと頑張って釣りっぽいタイトルにしようかな。あ、自分で釣ったんですか。そう、自分で釣られなかったっていうことだ。スッて。そうパクッといかなかった。いやいや、そのね、2026年に向けて、はい、うん、まあまあ、その本田さんどうすんのみたいな、はい、うん、で一時そのね、じゃあ、あのチームが本田欲しがってんじゃないか、このチームが本田欲しがってんじゃないかって、はい、もうじゃあもうどこと組むみたいな、はい、うん、どうやって本社落とすみたいな、はい、うん、まあ、渡辺さんもこう忙しかったと思うんですよ、はい、うん、でもなんか気がついたらなんか、うん、いや別に本田さんじゃなくてもみたいな、いやうちはもうメルセデスさんも十分だし、それウィリアムズだけですよ。あなたがウィリアムズがホンダを熱望しているって勝手に言って、で勝手にウィリアムズが、いやいや別にメルセデスですからうちはみたいな、僕はなんかあの時言いましたよね、いやウィリアムズ一番最初に消えたって。でもだからもともとないんですよ、ウィリアムズは。アンドレッティもアルピーヌでしょ。アルピーヌですよ、はい、もともとないですよ。そう、あるってだから言いました僕。ウィリアムズホンダとあるって言いました。だからこう意外に誰も求めてなかったんじゃない。いやだから普通マクラーレン求めてるし、普通アストンマーティンも求めてるし、うん、全然今ね、うちアストンマーティンと話しますとは言わないでしょ渡辺さんだって。いやなんかもう普通に話してる、もう間に合わないんじゃねえかとか思ってるわけですよ、もう勝手に。、うん、それは向こうさんの話じゃなくて、うん、ホンダ本社が OK 出すか出さないかだけの問題なんで、むしろ逆ですよそれは、うん、ホンダ側が本社が OK って出した瞬間に、うん、あ、じゃあマクラーレンうちホンダと組みますって発表しますよ普通に。ああ、そういうこと。発表するっていうか、まあ、うん、話は一気に進みますよね、うん、ホンダが26年正式に参戦できるってなった瞬間、うん、今はできるかどうか分かんないから、うん、具体的な話進められないじゃないですか。進められない。賛成できるんだったら、うん、本田さんとタッグ組みますかみたいな話でしかできないんで、うん、あくまで仮定の話じゃないですか、うん、じゃあ青山一丁目があるってことね。そうですよ、うん、本田本社がゴーサイン出せば、うんうん、一気に具体的な話進みますよ、うん、何取締役と話すればいい。できたとしてするんですか。まずできないけど。アポイントメントを取ってみるってね。逆に取れちゃったら困る。取れちゃったら すごいよね、うん、しかもその F1 賛成派の人じゃなくて反対派との話するんでしょ。そう、営業部門のなんとかさんとか、うん、財務部門のなんとかさんとか、タロプロで、タロプロで言ってください。蓋が浮いてるまんじゅうの箱持ってこなきゃ。どうやって行くんですか。まんじゅうの底にこう諭吉がこう並んでる。なんで並ぶ。どこからそのお金出てくるんですか。そうなんだ。じゃあ まだまあ諦める必要はないと。別に諦める必要ないし、全くソース感でもないでしょう。ただ F1 チーム側も待ってるっていう感じじゃないですか、うん、ホンダ側がの決断を。じゃあもうで HRC ももちろんホンダ側の決断を待ってるっていう、うん、ただそれがすぐに OK 出るかというと、まあ、その感じではないじゃないですか。OK 出ないと HRC さんは研究開発もできないってこと。研究開発はやってます。やってる、バリバリやってます。やってる。なんかどっかにそのホンダは研究開発やってなくてエンジンもないし、うん、みたいな書いてありましたけど、うん、全然ありますよ普通に。それに、まあ、それにつられて不安になっちゃったんだけど。だからエンジンそのものはもちろんまだないでしょ。それは他のメーカーだってまだね、うん、V6 状態で走ってないと思いますけど。ああ、そういうこと。全然その研究はやってるし、うん、遅れてるとかそういうことでもなく、赤い研究はしてるってこと。全然やってますよ普通に。でみんなやりたいんだもん、ジャルシーの人たちは。やりたいかあの表情にじみ出てるもんね。渡辺さんとかすごい分かりやすいよね。でまあもちろんね、やんないとホンダにとってもダメだよねっていうのも分かって、うん、でも分かってない役員さんがいるってことでしょ。その人たちはだからホンダにとって F1 必要ないと思ってる人たち。ああそうかそうか、そこは考え方の違いだ、うん、ああそういうことね。しょうがないですよね、うん、どっちが別の観点から見れば、うん、どっちがいい悪いじゃなくて、うん、見てる角度が違うってことね、うん、ただその人たちも F1 でこうやって活躍してます、うん、ホンダが、うん、で F1 も今すごい人気出てます、アメリカでもみんな F1 言ってますってなると、うん、あまあでも やってもいいかもねってなるかもしれないじゃないですか。見る角度がちょっと変わってくるかもしれない、はいはいはい、ここから今見てるからってずっとここから見るわけじゃないから、うん、他の周りの環境が変わってくればまた別の角度から見える可能性はあるんで、うん、まあ、そこはやっていくしかないし、まあ、社内でなんとかうまいことねやっていただくしかないと。
反対派の人たちは現場に来ることはないのかね。いつも決まった人が来てるでしょ。そうですね、うん、反対だったらわざわざ行かないですよね。だって反対してんだもん。なんとかさん来てくださいよって言って呼んで、うん、言うでもいいけどね、見てもらわないとわからないじゃんみたいな、まあ、反対派の人はその気分で決めてるわけじゃないから。それなり理由があって決めてることだと思うので、そういうこと、ね、そのね、ビジネス的にプラスかマイナスかで決めてるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、数字で、数字でね、だってことは数字でいやプラスですよって見せるしかないわけじゃないですか、うん、F1 やればこんだけ宣伝効果ありますとか、うん、技術的にこんだけ得るものがありますとか、うん、っていう、まあ、プラスを積み重ねるしかないですよね。ゴーサインが出た瞬間に、あ、よっしゃじゃあ行くぜってなるように、今研究開発はちゃんと遅れないようにやってるっていう、うん、でもそれも、まあ、F12021年までやってた時の体制の、うん、まあ、半分ぐらいの人数はまだいるっていう風に聞いてるので、まあ、そういう意味ではまだまだ全然僕は思ってたよりも多かったんで、研究開発も全然やれるし、うん、まあ、それもずっと昔から F1 やってる人たちが割と残ってるっていう感じらしいんで、うん、まあ、そういう意味では別に今のところは今すぐじゃあ不安になるかっていうわけじゃない、うん、ただまあゴーサインが遅れれば遅れるほど他のチームとの交渉ができなくなるので、うん、まあ、そこは早めに欲しいよねって、うん、まあ、逆にチーム側とのある程度具体的な話があって、うん、ゴーサインが出るんだったらこんな体制で F1 できます、これでかなりいけます、うん、例えばアストンマーティンがもうね、本社がゴーサイン出したら組むって言ってますってなれば、アストンマーティンにホンダエンジン乗っけて2026年戦ったらそこそこもすでにいいとこ行くのは確定なわけじゃないですか。アルファタウリ買ってこれからワークスとしてやりますだったらめっちゃ道長いでしょ、はい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 、何年かかるんだよっていう話になるわけですけど、アストンマーティンと組んでホンダですってなれば、うん、最初からほぼほぼいけるじゃんっていうのがあるわけだから、でこれだけの予算くれるみたいですよ、うん、で会社としても HRC 社としても、もうそれでこういう利益やってますと、で本社のイメージもアップして、そのアメリカでももう売れまくりますとか、そのイメージがアップしたことによってここにこどこそこにこういう効果が現れて、それを金額に換算するとこうなります。おお、なんとか太郎くんいいじゃないかと、これはちょっとホンダにとってもやるべき案件だねって言わせればいいってこと、うん、おお、なるほどね。その準備はみんな一生懸命粛々とやってる、やってると。じゃあそうすかんじゃないですか、うん、そうすか。あなたの感想ですよねっていう話ですよね。あとなんか知んないけど、あの三部社長が F1 反対派みたいな、なんか噂もあるみたいですけど、全くそんなことないですよね。今の社長さん、うん、三部さんだって研究所時代 F1 結構来てるし、うん、何回か現場に全然普通に賛成派だと思いますよ。反対してるからいけないんだっていうやっぱ強い思いがあるじゃないですか、あのこういう人は、うん、だから反対する人が悪っていう、別に悪じゃないのに、うん、意地悪で反対してるわけじゃないのに、うん、そうですね、だからもし F1 やることでホンダが潰れるっていう未来が確定なんだったら反対するのは正義ですよね、うん、その人はそう思ってるから反対してるわけで、反対してるわけで、個人的に F1 嫌いだから反対してるとかそんなんじゃないんですかね、うん、で賛成してる人はその真逆を思ってるわけで、うん、F1 に反対すると悪だ、うん、悪だっていう、うん、まあ、だから、うん、まあ、まあそういう外野の声はほっといて、中の人たちは粛々と皆さん各自がやるべき、まあ、反対派の人も賛成派の人も各自がやるべきことをやって、うん、だからその外野で引く手あまただのソースカンダの言ってんじゃねえよっていう話なんですよ。バカじゃねえぞ太郎っていう。なるほどね、はい、ということで、うん、太郎何言ってんだよお前は、やっぱり太郎だったなと思った方、いいねボタン、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。